はい、どうも、百鬼にです。今回はセリアの方へ行ってきました。今回気になった商品はこちらになります。はい、シェラカップ用先割れスプーン。他の方とかも結構あったっていうので聞いてて、ちょっと気になってた商品なんですけど、シェラカップにくっつけることができる先割れのね、スプーンということなんです。で、まあ見た目もね、こんな感じで結構本格的なスプーンだなと思ったんですけど、やはり出してるところはエコー金属株式会社。100円ショップの中では結構もうご存知の方多い企業さんじゃないかなと思います。材質ステンレススチール。約全長が 11.9 センチということですので、まあ実際にね、ちょっと僕が持ってる、まあ、シェラカップがキャンドゥのシェラカップなので、まあこちらもね、キャンドゥの方でもなんか販売してるというふうに聞いてますんで、はい。ちょっと、実際ね、外して、シェラカップと合わせて、フィット感とか見ていきたいと思います。百鬼に。はい。こちらがね、キャンドゥの、まあ、500円で買ってきた、ね、シェラカップなんですけど、実際、ここですね。このフックの部分っていうんですかね。折れ曲がってる。ここがフィットして、一つにまとめれることができるっていうことなので、行ってみましょう。はい。ちょっとね、こんな感じになりますね。はい、ちょうどね、下にあまりきっちり押し込めば、ちょうどはまる高さですね。この高さ的に。うん。まあ、一つにまとめてね、持っていくには、ね、使い勝手はいいですよね。外せばもうスプーン、フォークになりますし。まあ、使いやすさという点ではね、まあ、コンパクトさもあるので、いいんじゃないですかね。まあ、荷物をね、極力減らしたい。とか、そういう方向けの商品にはなりますね。ソロキャンプとかで。ね、リュックとかで持っていくときは、できるだけ荷物は減らしたいので。で、まあ、これダイソーのシェラカップの負担なんですけど、そうですね、蓋をして、うん、蓋をの上に置けば、まあ、一つね、パッキングしやすいかなと思います。はい、こんな感じです。まあ、ずらしてしまえばしっかりいきますからね。まあ、これで、ね、バンドか何かで止めてしまえば良さそうですね。で、まあ、これね、別の、多分ね、どっか、ホームセンターかなんかで買った、どこのメーカーかは、メーカーはちょっと忘れたんですけど、ね、ちょっとさっきのものよりかは、メモリも200までなので、ちょっと小さいんですかね。広いというか、キャンドゥのものよりかは、若干、大きさが違うんですけど、まあ、それでも、サイズはね、合わない、ちょっと合いませんけど、まあ、はめることは可能ですし、で入りますね。なので、まあ、大体のシェラカップには、収まるんじゃないかなと思います。ここのね、この部分が広くなければ、はい、この幅の間ならいけるみたいなので、そうですね。大体、まあまあ、大体22ミリぐらいの幅であれば、十分。こちらの方にね、セットして持ち運ぶことできるなと思います。まあでも、結構硬いですしね、しっかりしたスチール製のスプーンだと思いますので、一つ持っとくんはいいかなと思います。シェラカップのね、まあこの蓋と、スプーンと、まあワンセットにしてもいいんじゃないかなという商品になりました。で、まあ余談なんですけど、このセリア行った時に、こういうのもあったんですよね。簡易バーベキュープレート。ね、よく売ってるのって、アルミっていうか、なんていうんですかね。もうほんと使い捨てっていう感じのプレート。アルミホイルみたいな感じのね、プレートは売ってるんですけど、これ結構ちゃんとした、これもまあエコー金属さんなんですけど、まあキャンプとかバーベキューの時にね、使えるかなと思って買ってきました。こんなプレートですね。これね、結構ちゃんと、一応鉄製なんですよね。なので、
まあまあ、このままバーベキューコンロの上に置いて、焼きそばとか作ったりするのに全然使えるんですけど、ちょっとしたミニ鉄板というかね、簡易鉄板なんで、使い捨てにもならないかなと思ってます。で、このパッケージの方にもあるんですけど、こういう食材を置いておく、一時的に置いとくプレートとしても使えるし、こういう形でね、焼きそばをするのにプレートとして使える。そういう意味では、大きな鉄板持っていくのはっていうのもあるんで、ね、これはこれでいいかなと思ってますね。サイズも小さくてコンパクトですし、網でやるとね、具材が下に落ちると困る料理とかもあるんで、はい。そういうのには、ちょっと便利かなと思いました。サイズも小さくてね、ちょうどいいぐらいなんで。で、大きさですけど、縦が 15.7 センチ。ここですね。まあ、実際ちょっとメジャーがかかると、この横幅がだいたい、はい、15.7 ですね。はい。で、横が、パッケージにあるサイズでいくと 24.7 なので、この取っ手の部分ですね。これが 24.7 センチ。はい。で、まあ、中がだいたい 18.4 ぐらいですかね。横が。縦が12センチってところです。だいたい約。はい。で、高さが、そうですね。高さが約9ミリ。深さですね。はい。約9ミリほどの深さがありますので、ちょっとした汁物も、まあ、汁気が出てもね、こぼれることはそんなにないかなと思います。これもちょっとしたね、キャンプ用品としてはいいんじゃないかなと思いました。じゃあ今回このセリアで購入してきた2品。はい、こちらのスプーンと簡易バーベキュープレート。こちらセリアのね、キャンプ用品とか、まあ、レジャー用品ですね。置いてるようなコーナーにありましたので、はい、気になる方はセリアの方に足運んでみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。